早稲田大学演劇研究会というサークルの中の劇団でしたから、4月の頭にサークルに入って、最初別の劇団が4月の下旬ぐらいに公演があったんですね。でそれの裏方の手伝いをして、それが終わってから第3舞台の手伝いでしたから、まあ、実質、旗揚げ公演が5月の中頃だったと思うんで、その第3舞台の稽古の方に関わるようになった時はもうお芝居は全体的には出来上がってたぐらいでしたから、なんていうんだろう、僕がやったのはその袖から小道具を出したり入れたり、あと最後舞台が怖がるのですよね、人力ですからね、それをやってっていうことで、それ以外の時間はまあテントでこういうやるためにいろんな、まあ舞台セットは全然ない公演でしたけど、まあいろいろなんか暗幕の代わりにゴザを黒く塗ってそれを釣ったりとか、そういうのを作ったりとか、そういう作業をしてました。演芸研究会に3つ劇団があって、春の公演が4月5月6月それぞれ1つずつやって、それ全部手伝い終わった後、まあどこに入りたい、まあ要するに裏手伝ってますから、で演出家が暇な時は新人用の稽古みたいなこともしてくれてたので、でそのなんかそういうのを経験して3つのうちどこ入りたいっていうのを聞いて希望通りに入れてもらえるってことを出してあるんで、ですから旗揚げの時は僕はまだ劇団にはなかったんです。その新人用の稽古、まあ基礎エチュードですよね、それぞれ演出家さんに何回かずつやってもらって、高原さんが言ってくれてることが一番分かりやすかったっていうのがありました。はい、それが一番大きな理由ですね。ドキドキでしたよ。まあでもその先が僕の初舞台じゃないですからね。81年に一つ、2年に二つ。だから4作品目ですか。で、第3舞台に3回出てるし、もう常にボロッカスに言われてましたから。とにかく稽古や芝居そのものにもうしがみついていくの精一杯ですから。もうこの朝日の83年もそれと一緒ですので、特に考えとかそういうのはもうそんなものを持ってる暇さえない、そういう感じだったと思います。はい、ええ、ですね、その役者と舞台監督なんて兼任できるわけないのでありまして、いや僕は舞台監督ってものがどんな仕事をするのか全然知らなかったですし、多分高橋さんも知らなかったんじゃないですかね。わかりませんよ、後で聞いておいてください。で高橋さんが言うには、芝居には舞台監督というものが必要なんだ。で僕がなる前にも、その前の先には先輩がやってましたからね、今度は小須田がやれ、もうとにかく名前だけだからやれって。じゃあ何やってたかっていうと、あの毎日その稽古に出てくる役者の出血取ったり、学生劇団ですからね、授業あるから休みますとかいうのがいたんですよ、普通に。それで今日誰がいないんだとか、誰が何時に来るんだとか、なんとかって、そんなことを、あるいは遅刻してくれたら100円罰金とか、そんなこと、そんなクラス委員みたいな、そんな仕事でした。旗揚げ公演が、取り上げてるそのおもちゃがルービックキューブで、再演がルービックキューブリベンジというふうになって、まあそれに合わせて台本の中身セリフとかもね変わっていたので、ただの再演じゃないんだなと思って、まあその先テレビゲームに変わっていって、またさらに台本がラッと変わるので、取り上げるテーマによって台本がどんどん変わっていく、すごく刺激的だなっていうことは感じました。まあ、やっぱり飛んだり跳ねたり暴れたりしてるシーンはお客さんどんどん湧いて、そのお客さんが今日はどのぐらい笑っていただけてるかぐらいが、まあ、反応を取るしかないんですけども、やっぱり台本の中で休憩時間って書いてあるコーナーはやっぱりお客さんシーンとしてますからね、その時にどのぐらい集中してもらえてるかなみたいなのはやっぱり感じますね。そこでやっぱりうまくやれてるかどうやってないか、まあ全体的にはどれだけ受けてるかで自覚はあるんですけども、シーンになって、なんだろう、やっぱりこう本当に集中して見てくださる時とかはやっぱり実感として、うまくいけてるな、そういうなんていうか達成感みたいなのがあって、そういうのはやっぱり演じてる時の、まあ、喜びですか、そういうのにつながってます。はい、
苦しいのはずっと苦しいですよ。もうとにかくずっと苦しいですよ。だって楽なとこ一つもないもの。休憩時間だって休憩じゃないですからね。お客さんにとっては休憩時間ですね。それ困るんですけど。こっちは芝居やってるんで休憩時間だと思われたら困るんですけど。ほっとする時間。そうですね。本当に5度1、5の2が2人で椅子座って喋ってるシーンで、ようやく初めて引っ込めて、そこでちょっと水飲んだり、あともうネクタイの下から汗が滴るぐらい全身びっちょびですから、着替えて水飲んで、もうそれでもうすぐ出ていかなきゃいけないから、もう休憩時間になってないんですけども、もう本当にもう誰かが朝つらかった、もうその記憶しかないですよ。そうです、やりましたからね。5日間9ステージってのやりましたからね。本当にバカですよね。まあだからやれとんどなっていうのはありますけれども、でもまあ本当に87の時だったかな、スポーツドリンクみたいなのがたくさん出回ってきてて、で真水飲むよりはやっぱりなんか吸収がいいとかっつうんで、それガブガブ飲んでたら、あれカロリー結構あるらしくて、昼夜の間に弁当食べられなくなっちゃって、これダメだわ、やっぱり水がいいわって言って途中から変えた記憶はありますね。そうですね、朝日では枯らしたことないかな、枯らしてたかな。学生時代もうど素人みたいにただ怒鳴りすらしてずっと言ってんで、もう何度も声枯らしてたんですよ。もうヒートも出ないくらいカラッカラの濃い舞台やってたこともありましたけどね。朝日ではまあなんとか、シアターグリーン何ステージかな、でも1週間もやってないはずですから、6ステージか7ステージぐらいなのでね、朝日では大丈夫だった、そういう感じはありますね。はい、まあやっぱりスピードとかリズム感とか他の芝居でも一緒なんですけども、もうそういうことですかね。朝日はずっと辛いって話とつながっちゃうんですけども、結局やっぱりずっと出番があるから途中で息抜けないっていうのはあって、ガチガチに組んである芝居なので、その少し緩めちゃうとね、なんかそういうのがもうほどけていっちゃうような、そういう恐怖もあって、はい、テンポとリズムだったと思います。はい、やっぱり最初出させてもらった時、立場の通りの社長って基本デスマスで喋るじゃないですか。あれはね、僕がそうさせてもらったんです。旗揚げ公演の時 の社長は大高さんと同期の同い年 の役者さんでしたからね。そのドア玉でも、まあ、多分なんだっけ、ごめんなさい、具体的なちょっと正解はまだか、いつになったらできるんだよ。あ、そうですね、そうそう、僕はまだです、まだですか、まだなんですか、いつになったらできるんですって言ってたけど、その基本の台本は多分デスマスじゃなかったんですけども、やっぱり2つも年上の大高さんに向かってね、部長に向かって、ちょっとなかなかそういうセリフでは芝居やりづらいので、デスマスに変えさせてもらえませんかって、それは僕が頼んで小倉さんも OK もらって、でそれから社中のデスマス言葉が始まったっていうのはありましたね。はい、インターネットがこう世の中に一般的になる前にパソコン通信というそういう時代があって、まあ、朝日でも取り上げてましたけれどもね、でそこのパソコン通信の中で演劇の話題を扱うそういう集まりのところに僕ちょっと関わってたことがありまして、でまあ、僕は作る側ですけども、そういうところの会員さんのほとんどはその見る側のお客さんで、まあ、熱心なお客さんがとても多かったんですけども、でオフ会とかがあったりもしてて、そういう、まあ、お客さんの一部と割と親しく付き合いがあったんです、まあ、ほとんどネット上ですけどもね、まあ、たまにオフ会があって飲んだりもして、僕がパソコン通信始めたら91年だったと思うんで、それ以降はずっと付き合いがあったんですけども、その最後の10年前の公演の時の初日に紀ノ国屋ホールの最前列にその人たちがずらっと並んでニコニコ顔でこっち見てるんで、すっごい緊張して、それ覚えてますね。なんかそれおっさ
んばっかりで他の芝居とかだとやっぱ僕はよそに呼んでもらうときは脇ですし、主役の方は若い方が中心で、そうすると舞台 あの客席の最前列は若い役さんずらっと並んでいたけど朝日でこうやって顔上げた知ってる顔がずらっとなみんなおっさんおばさんだからそれはねすごいドッキリしたけど笑ったみたいなのはすごく覚えてます。ずっと見てくれてるんでね、ありがたいなと思いました。もうそれはもう楽しみですよ。だってね、もう皆さんそれぞれのチャンネルで活躍されてる方ばかりじゃないですか。僕たちはだって85年のキノクニアホール出る時だって5人全員演劇研究会の会員でしたからね。そのオーディション勝ち抜いてきたわけじゃなくて、もう本当に入れてくださいって言えば入れてもらえた学生劇団でしたから、僕なんか何の時もなかったし、プロフィール見てみたらね、いろいろそのアクションができたりとか楽器ができたりとかスポーツがとても得意だと、ね、僕らそんなの全然なかったと思うんですよ。大高さんがギターが来てパン焼くのがうまいぐらいで、ね、他の4人はねもう何の時にも、ね、資格もなかったと思いますよ。本当にそんなのがやってたんですからね。夏の公演でね、5人の方がねバッチリやってくださるに決まってます。間違いないです。本当に。まあ先ほども言った通り、その本当に取り上げるテーマによって台本がどんどん変わってすごくエキサイティングだったっていうのはあるんですけども、やっぱりテレビゲームが成熟してきて、その後は何て言うんですか、そのハードの進歩が、その映像が綺麗だとかよりリアルだとかってそういう風になってきちゃってて、何て言うんだろう、台本の方にフィードバックされてる部分がなんか減ってきちゃってるような気はしてたんですね。97とか10年前とかで、なんか朝日の中で前の通りやる部分と変えてくる部分がなんかはっきり分かれちゃってるのが、それがちょっともったいないなって、残念だなっていうのがあって、でやっぱり大高さんと僕とかね、ガチガチに固めてた部分もあると思うんですよ。なのでね、もうこの際だからもうガラッと台本も変えちゃってもらいたいなっていうのですね、ちょっと思いますよね。もう立場の問いじゃなかったっていいんじゃないですか。もういっそのことを別の会社にしちゃうとか、もうそのぐらい期待しちゃいますね、はい、オープニングからラストまでもうずっとトップギアでね、緩めることなく突っ走ってた、それに尽きるんじゃないかな。演じる側からしてみればですよ、他の魅力ももちろんあると思いますけど、演じる側もうそれだけですよね。公演で子供たちがキャッキャキャッキャ言いながらもう全力で駆けつい回ってるのって見てられるじゃないですかもう全力でやってる姿ってもうそれだけでもう人を見る、引きつけるものあると思うんですよ。もう、まあ、僕らが舞台の上でやれたことって言ったらそれだけだと思いますよね。まあ、それで見ていただけたんなら、辛かった甲斐もあったなっていうそういう感じでございますね、はい、そうだな、ガラッと変えてもらえたら出る、立場の当時じゃない会社になってたら出るこれってどうでしょうか。朝日じゃないよ。それもいいんじゃないですか。夕日のような朝日。これからは希望だ。何を絶望してんだお前らみたいなね。楽しみです。ご期待ください。